キットゥーンズをチャンネル登録して楽しい冒険を始めよう。この子は世界一強いベイビーなのよ。高速竜巻からの宙返り、ビュー。背中に乗せていいよキャンディー。すごいパワーね。スーパーヒーローになってみんなを助けたら。人助けするのにパワーは必要ない。ワンディもスーパーヒーローになれるよ。しっかり捕まってキャンディー。私もヒーローになれる。待て悪者、この谷の平和はバッドベイビーが守ってみせる。ウィーニー真面目にやってよ。今助けるからね。これじゃバッドベイビー失格。スーパーヒーローはみんなを守るの。ウィーニーは私の相棒よ。つまりあなたはスーパーウィーニー。私たちはこの谷のスーパーヒーロー。やっつけてほしい悪者はいる？特にないわ。本当？悪者に意地悪されなかった？悪い宇宙人とか。本当よ、今日は虫さんも見てない。じゃあね、キティをお風呂に入れなきゃ。がっかりしないで、これくらいでスーパーヒーローは諦めないの。ヒーローに助けてほしいことはない？ないわ、ごめんね。うん、スーパーヒーローここに参上。じゃあね。ご近所のヒーローとセルフィーは？つまんないの。助けてお願い、誰か助けて。バッドベイビーが助けに来たよ。この子は相棒。ありがとう。パズルを作るの手伝って。うん、何かあったらまた呼んでね。これじゃスーパーヒーローになれないよ。何にも事件が起きないんだもん。そうだ、自分で事件を起こせばいいんだ。見張っててね。もう私ったら、おしゃべりを忘れるなんて。おしゃぶりがなくなってるわ。落ち着いて、バッドベイビーのパワーですぐに見つけてあげる。感じるわ、こっちの方から。見つけた。ありがとうバッドベイビー、私のヒーロー。開かない。バッドベイビーのパワーを使えば簡単に開けられる。1、開けるわよ。2、よいしょっと。ありがとうバッドベイビー。バッドベイビーがドアを開けてくれたんだって。それにキャンディーのおしゃぶりを見つけて。あ、スケートボードが。バッドベイビーに任せて。ありがとうバッドベイビー。こんなに事件が続くのはなんでだろう。じっとしてて、バネの靴でジャンプしてあなたを助けてあげる。ご褒美はクッキー。ちょっとそこまでよ。自分で事件を起こしてたのね。私が？違うわよ、助けようとしてたのでしょ、レイディ。レイディ。私はバッドベイビーじゃない。レイディは私のせいで飛んでちゃった。やった。バッドウィング。レイディ行こう。危なかったね。人騒がせね。ねえ、どうしてこんなに危ないことしたの？私もスーパーヒーローになりたかったの。ワンディは本物のヒーローよ。ネイディを助けてくれた。みんなスーパーヒーローね。マジヒーロー！わー！
ちのペット。なはは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 。わーい、イッキー取ってきて。おネイディはすばしっこいの、見てて。わ、すごくかわいい。家ではできた。みんな、ペットは元気？まあまあね。見てたよ、あそこから。リリーが何があったか教えてくれたの。はい、リリー。みんなを助けたくて来たの。私たちのペットはすごく優秀だから。見てて。みんな、いい？1、2の3でやって。1、2、ファンタジータイム。もう、なんでこうなるの？大切なのは強さと素早さです。そのためには訓練が必要です。ルールに従い勝手に行動しないこと。こら、待って。ダメ、危ないよ。遊びじゃないの。これは訓練する道具。みんな訓練を始めるよ。さっき言った通り勝手な行動はダメ。まずは丸太渡り。シャーブル頑張って。その調子。とっても上手。全然ダメ。いい気、あなたならできる。さすがだわ、あなたは世界一のペットよ。次の訓練はジャイアントダンス。おくくくパンポだよ。いい、レニー、いくよ。ごめんね、レニー。やるよ。さすがキティ。3つ目は玉乗り。いい、ネイディ頑張って。しっかりね、キティ。あなたが世界一のペットだってことを証明するのよ。ごめんなさい。マジクリア。すごい。ねえ、見て見て。すごい。とっても素敵。うん、あなたたちの番よ。
やらせて。そうじゃない、早くジャンプしなきゃ。ちょっとドリーミー、このタブレットは私のなのよ。ああそうだね、もういい。でもハートの翼を手に入れる方法は教えないからね。ねえレナ、ドリーミーはどうしたの？知らない、ファンタジーマウンテンに行くみたい。探しに行こう。そうね、行きましょう。左足出して、右足出して、開いてちょうだい、ファンタジーポータル。飛行機より高く高く飛んで、階段をぐんぐん登って、ハートの翼を手に入れる。ダメ、ハンドルを切って。そう、そっちの方。待って、コアリーは車を止める前に寝ちゃうかも。ほら、どうしたの？見て、これすごい。レナは自分が主役のゲームを作ったみたい。違う、私が本物、私がレナ。信じられない、声まで聞こえる、どういうこと？わからない、ここから出られないし、動けないの。どうやって遊ぶの？ねえ、下のボタンを使うの。私動いてる。いや、あなたが動かしてる。嘘、本当にレナ？本物なのね。うわぁ、私を動かして、お願い、なんとかして。私に任せて。ジャンプボタン押して。難しいわね、これがジャンプボタン。違う、ジャンプ。でしょ？ジャンプさせて。私にやらせて。ダメ、順番子よ。私にやらせてってば。ライフがあと一つになっちゃった。おっと、やっていいよ。いや、あなたがやって。私を救えるのはドリーミーだけ。ドリーミーは？ここよ。どうしたの？誰か呼んだ？ドリーミー、助けて。私よりこのゲームが上手でしょ？ええ、そうよね。ファンタジーマウンテンから全部見てたわ。でもタブレットは自分のものだし、ゲームはさせないって言ってたのは誰だったっけ？悪かったわ、ごめんなさい。私が間違ってた。お願い、助けて。はーい、わかった。達人に任せて。おお、やった、すごい。頑張れドリーミー、すごいわ。頑張れレナ。頑張れドリーミー。頑張れドリーミー。あ、どうしたの？タブレットが壊れて動かなくなった。私たちのせいね。なんとかして。そういえばどうやってゲームの中に入ったの？気づかないうちにポータルの中に入っちゃったの。なんて言ってたんだっけ？確か飛行機より高く高く飛んで、高く飛んで、階段をぐんぐん登って、ぐんぐん登って、それから、そう、それよ、ハートの翼を手に入れる。ハートの翼を手に入れる。やった。嘘、助けて、出られない。すごくいいアイデア。来てドリーミー、もうちょっとよ。うわぁ、ワクワクする。一緒にクリアしよう。ハートの翼をゲット。ドリーミー、まだゲームの中にいるの？本当にありがとう、あなたなしじゃ戻れなかった。マジックピアー、やった。あなたはゲームの達人よ。当然よ、レナに教わったもん。わー、見て、ゲーム。わー、わー、わー、
よ。キューティーは起きててね。昨夜みたいなことが起きたら困るでしょ。いやだ、まただわ。キューティー、私を守って。え？次は誰の番？私は昨日泊まったから次はミッシーだよ。私は明日忙しいからぐっすり寝なきゃ。ローリー、あなたが行って。わかった、行くわ。最高、私の番なのね。今夜は眠れそうにないわ。やれやれ、毎晩こうだけど、ここでゾッとするものはこのカップケーキだけ。おい、お化けが置いていったのかも。お化けはコニーの頭の中にいるの。もう寝よ。ローリー、泊まりに来てくれてありがとう。いいのよ、もう寝て。コニー、毎晩泊まるのは無理。なんとか一人で寝て。でもお化けが。だったら羊を数えればいいんだよ。それに好きなことをすればケーキを作るとか。いっぱい笑う。カップケーキを作るわ。それでもお化けがいたらどうしよう。ファンタジーたちが来たわ。怖いものに勝つ方法を知ってるよ。え、本当に？魔法のヘルメットを使うの。すごい、ファンタジーヘルメットよ。うわ、これは普通のヘルメットじゃない。被ると誰でも勇敢になる魔法の力が込められてるの。コーニー、すごく似合ってるよ。強そうだわ。だね、本物のファンタジーみたい。あれは偽物なんでしょ？そうよ、でもコニーは信じてる。これでやっとぐっすり眠れる。ダメならペットたちに任せよっと。お化け！あー！羊が一匹、羊が二匹！あー！あー！カップケーキを作らなきゃ。羊が100匹、羊が1000匹。そうだ、ヘルメットよ。お化けには負けない。騒ぎ、部屋がめちゃくちゃ。何してるの？スースーに言われた通り、この魔法のヘルメットをかぶってみたら影が消えたの。実を言うと、そのヘルメットに魔法のパワーはないのよ。自分の力で怖さに勝ったの。本当に？一人で？つまりそれって私は勇敢ってことね。そう、勇敢だから頭の中のお化けが消えたのよ。私を信じてくれてありがとう。眠れたかな。あー、私を助けに来たんでしょ。戻って、羊を数えればいいの。ここは本当に安全なの？言ったでしょ、お化けなんていない。
昨日川でこれを見つけたの。それ前にもあったわ。みんなもっと気をつけるべきよ。そうね、プラスチックを川に捨てちゃダメよね。川の水が汚れたりしたら大変だもの。ベイビーボトルダニのみんなに教えなきゃ。じゃあ水に色をつけるのは大騒ぎになるんじゃない？影響すぐに消える。そしてみんなの様子を山の上から観察するの。いいわ、ちょっとだけよ。面白くなりそう。3回カット。ちょっとどいて。私の勝ちね。次は私、この装置を発明したの。空飛ぶ石よ。危ない。うそ、ミッシー何をしたの？何も。じゃあなんで水が紫なの？家から出る青も紫よ。みんな、おしゃべりの泉を見に行こう。ハッシュタグ紫、ハッシュタグ水。アイスクリームみたいに甘いの？何か大変なことが起きてる。ファンタジーたちに相談しましょう。ハートの翼、ファンタジーの世界へ連れてって。左足出して、右足出して、開いてちょうだい。ファンタジーポータル。みんなどこに行ったの？私にも見せて。ラーラがいるよ。ケイティかわいそう。見てよキャンディのあの顔、ひどすぎ。色水のいたずら最高だわ。うん、水に色をつけたのはファンタジーたちよ。私たちを見てた、山の上から。そして笑ってた。やり返そう。私たちも同じことをやるの。こんにちは。コニーがケーキを作ったの。家に食べに来て。ケーキ食べたい。ねえ、全部食べないでよ。食べないんだから。どこ行くの？コニーの家、ケーキを食べに。3人を観察しよう。最後に笑うのは誰かしら。早速罠に引っかかった。見てて、ティナはこう言うわよ。どう？オレンジは大好き。私の目の色にぴったり。次の罠にも引っかかった。見てよ、私キイチゴみたいで素敵でしょ。まずい、こっちを見てる。待って、逃がさないわよ。色水で汚れたじゃない。先にやったのはそっちでしょ。ただのいたずらよ。汚れは落ちるわ。みんなに教えたかっただけなの。この前川にプラスチックボトルが落ちてたから気をつけてほしくて。水はとっても大事なのよ。だから大切にしないと。そのことをみんなにも分かってほしいの。でもこんないたずら最低。それにそんなボトル知らないわ。でも誰かが捨てた。もうしつこいわね。私たちは捨ててない。そんなはずの。それ私のよ。見つけてくれてありがとうね。この前風で飛んでいっちゃったの。ところで今日は何のお祝い？何をお祝いしてるか。ああ色水の日や。あ、最高。ごめんね。確かに私たちちょっとやりすぎたわ。でもこのいたずらは冴えてた。教えてくれる？
ティナのティアラ。ティナ、翼の広いパーティーに来て。よし、ご招待。どうもありがとう。お尻がちょっぴり痛いけど。お願いがあるの。ティアラを貸してくれる？バッチリおめかししたいのよ。お願い、お願い。いいわ、ティアラを貸してあげる。でもそういう態度はやめて。今年はみんなの注目を独り占めできるわ。何があっても絶対にティアラをなくさないって約束して。わかった、なくさないわ。えい。うわぁ、大きなパイナップル。私の王冠、素敵でしょ。かじったら怒るわよ。ファンタジーに頼んで借りたの。特別なフルーツだから絶対キャンディーより目立てる。それはどうかしら。わあ、つけて写真撮りたい。私もそのティアラつけてみたい。私も似合うか確かめたい。ダメよ、絶対ダメ。すっごく大事なものだもの。じゃあ明日の私のパーティーでね。みんなのパーティーだよ。ティアラさん、よく休んでね。明日は一緒に輝くわよ。ちゃんと金庫に入れてたの。ティナ、私を信じてちょうだい。ティアラがないと何も見えないわ。何も見えないの？ティアラがないと魔法は使えないの。誰が取ったの？返してよ。私が羨ましかったのは分かってるの。キャミ、一緒に犯人を探して。あなたは旅行に行ってたから犯人じゃない。私も犯人じゃない。ファンタジーとスケボーしてた。なるほど、翼の広場の全員が容疑者ってことね。あなたは違う、パティ。犯行現場から出てって。誰が撮ったんだろう。私を見ないで。手伝って、ティナ。まず犯行現場をじっくり調べましょう。サングラスにリボン、充電器。見て、これは何？キャンディーのよ。じゃあ指紋を取る粉を使ってみよう。どうやら容疑者は3人。よく聞いて、ティアラを盗む動機があったのは3人よ。私もそのティアラつけてみたい。シャック、キャンディーが貸してくれないから盗もうと思ったんでしょう。そんなことしてないよ。じゃあなんで犯行現場にあなたのサングラスがあったの？わかったよ、あそこに行ったのは認める。でもティアラをつけてみたくて、どうにか金庫を開けたんだ。はっはーん、よし。ティアラをつけて鏡を見たら全然似合ってなかったから金庫に戻した。じゃあ犯人はレナ。あなたの充電器を見つけたの。私じゃないわ。家に行ったら金庫が開いてたから、 SNS に投稿する写真を撮っただけ。で帰った。ということはティアラを盗んだ犯人は。私も似合うか確かめたいわ。サーシャ。私にはパイナップルの王冠があったのよ。じゃあどうしてこれが現場にあったのか説明できる？どう？それはプレゼント用よ。みんな同じものを持ってるわ。確かにそうね。じゃあなぜ不安そうなの？私は盗んでない。私の王冠？ダメ！逃げないで！泥棒を捕まえて！この王冠を守るために走っただけよ。謎が解けたわ。ペットの足跡の。やだ、なんで見落としたんだろう。ごめんね、サーシャ。あなたがティアラを盗むわけないのに。いいのよ、結局一番注目を集めたのはキャンディーじゃなくネイディーだった。おかげね。結局最高のパーティーになったわ。わあ、Cry babies, cry babies, magic tears. 友達と魔法の冒険の世界。Cry babies.
ついに超大きな隕石からファンタジーマウンテンを救ったのよ。わー、そういえば隕石ってどうやってできるか知ってる？ファンタジージャンパーのすっごい話は知ってるよ。ジャンプして星にタッチしたんだって。それよりさ、宇宙に星はいくつあると思う？ファンタジージャンパーがどうやって星にタッチしたか知ってる？高く高く飛んで、昨日ね、涙の惑星を見つけたんだよ。やめてワンディ、今は面白い話をし合ってるの。宇宙飛行士スペースベイビーがその惑星で迷子になっちゃってる。まだそこで泣いてる。それ本当の話？もちろん本当よ。まだ宇宙飛行中なの。宇宙へ行って涙の惑星から帰れなくなったの。なんで？それはスペースベイビーが帰り方を知らないからよ。嘘。じゃあスペースベイビーは一人ぼっちで惑星にいるの？そんな、かわいそうだわ。スペースベイビーのことが気になるわ。たった一人で迷子になってるんだよ。このまま放っておくわけにはいかない。私たちで何とかしよう。スペースベイビーを助けましょう。そうよ、宇宙へ行こう。もう待てないわ。涙の惑星、レッツゴー。イエーイ。大丈夫？その方法じゃ無理よ。宇宙はすごく寒いから羽が凍っちゃう。私のアイスクリームの雲ならジャンプしながらたどり着ける。何してるの？スペースベイビーを助けに宇宙に行こうとしてるの。何のベイビー？あ、そうだ、スペースベイビー。ファンタジージャンパーみたいに高く飛びましょう。宇宙へ行こう。ねえ、二人とも宇宙へ行くの？じゃあこのトランシーバーが役に立つよ。どうすればいい？スペースベイビーなんていないの。でも今本当のこと言ったらみんなに嫌われちゃう。注目してほしくて作り話をしたって。ワンディの話は嘘だって。トランシーバーのおかげで明らかになったわ。本当？ならその嘘に乗ってあげよう。ワンディにお仕置きをするってわけね。私はおやつを食べようかな。望遠鏡ってすっごく重い。次はあなたに任せる。何があったの？ワンディも見てみて。嘘、こんなことってあるの？涙の惑星だわ。スペースベイビーがいるっていう惑星でしょ。何のこと？あ、そうだ、うん、スペースベイビーね。で、ジェナとジェシーが助けに行ったの。どうやって？ジャンプよ、これで繋がってるから平気。はい、二人とも大丈夫？それが帰れなくなったの。お願い、助けに来て。大変、どうしよう。二人がスペースベイビーを助けに行って帰れなくなっちゃった。でも大丈夫、私が助けに行く。ウィニー、ロケットで出発よ。ジェナとジャシーは私に任せて。ジェナ、ジャシー、どこにいるの？スペースベイビー、作り話だったはずなのに。スペースベイビー。ついにあなたを見つけたわ。え？なんでここに？どうやって来たの？騙された。スペースベイビーのことは嘘なんでしょ？そう言ってるのをトランシーバーで聞いたの。そうなの、みんなが面白がる話をしたかったから。みんなごめんなさい。だけど泣かないで。嘘は良くないけど、私たちを助けに一目散に来てくれた素敵な友達だわ。これで自慢できる話ができたわね。マジックティアー。すごいな。みんないい？嘘は絶対にダメ。本当のことを話すのが勇敢なの。スペースベイビーは本当にいるの？お話はもう終わりなのにパンディは何にも分かってない。
ものまでの世界クライベイビーズ。笑いが映っちゃう、スースーです。ただいま谷の広場からお届けしています。今年もお楽しみの金のおしゃべりアワード、ファンタジーマウンテンとベイビーボトルダニが一緒になって開催します。さて、ベストダンサー賞に輝くのは誰だと思いますか？じゃあベスト魔法賞は？ベスト魔法賞はこのケーキよ。おお、本当魔法ね。だってケーキが消えちゃった。ポカッ。中でも笑い転げちゃったわ。ねえ、金のおしゃぶりアワードは今夜だよ。なのに笑ってばっかで準備が終わってない。急がないと。スースー、笑うのを我慢してちょうだい。みんなつられて笑って何もできなくなっちゃうわ。またあんな風になったらステージの準備が間に合わないよ。わかった、もう絶対に笑わない、約束する。みんないい？スースーを笑わせないで。わかった。さあ撮影しよう。さて、インタビューを続けます。どうですか？面白いことは言えないわ。ダメよスポット、面白い尻尾の振り方しないで。心配ないよ、ケーキはもう一つある。うダメ、このままだとまずいわ。口を塞いで。レナのお顔見てよ。おかしい。もうお願い、仕事ができない。え、どうしたの？ヘッドホンしてるから何が起きたかさっぱりだわ。ねえ、何してるのよ。準備が進まないわ。また私が笑ったせいだ。準備の邪魔しちゃったよ。さあ、今度こそ食べられるかな。皆さんこんにちは。金のおしゃぶりアワードが始まりました。実はちょっと事情があって、ステージをきちんと立てる時間がありませんでした。でも受賞トロフィーさえあれば大丈夫でしょ。最初に発表する賞は、一番愛らしいベイビーで賞です。栄えある賞に輝いたのはお願いレディーです。さあ堂々と歩かなきゃね。ああ、大変だわ、トロフィーまで食われちゃった。うわ、大変なことになっちゃった。みんな泣いてる。ここはスースーに笑ってもらうしかない。スースー出てきて。アワードには行きたくないよ。見て。スースー笑ってちょうだい。みんなをハッピーにして。笑いたい気分じゃない、悲しいもん。いい考えがある。私はドリーミー。私が作れるのはアイスクリーム。あ、ララだよ。手品を見せます。え、見て、パティだよ。特技はスケボ
の伝説前編。そして彼は気づいたのです。そのひどい匂いの正体はなんと自分のおむつでした。ああ、おっと時を戻れ。自分のおむつでした。ああ、やるー、ナイスキャッチありがとう。じゃあ私の番、みんないい？今から私が紹介するのは、ベイビーが大っ嫌いな恐ろしい怪物、ナービーの伝説です。うわー、ナービー？金の角の魔法を使ってナービーは見たものすべてを金に変えてしまうの。じゃあこの金のおしゃぶりも見られたからこうやって金になったのね。そうよ。サーフボードも金色になるかな。これまでナービーには誰も近づいたことがないの。なんだ、だったら興味なし。あなたが行けば。私は新しい星座を探しに行く。その方がよっぽど安全だもん。写真撮っちゃおう。うん、ちょっとフラッシュは切ってよ、眩しいでしょ。で、誰が道案内するの。できるのは他にいないでしょ。おしゃべりだからこんな目に遭うのよね。悪い怪物じゃないかもよ。金の魔法は本当かな。念のため目を合わせないでおくつもり。それシャックのサングラス。ちょっと借りたの。すぐそこだからついてきて。3時間も歩いたのに全然進んでない気がするんだけど。戻った方が良くない？木の石だわ。ということはつまり、あれ？ああ、ここがナービーの洞窟。もう見たからいいよね。怪物が起きる前に一回ろう。ナービー、あなたに会いに来たの。アイスクリームは好き？助けて、金にされた。ナービーは私たちを金にする気じゃなくて、金のアイスを食べて欲しかっただけなのかもね。きっとすごく美味しいよ。残念、私びっくりして落としちゃった写真は後にしてた。アギ、そんな場合じゃないの。洞窟に戻ってアイスクリームを。私は戻らないからね。ダーギー、騒ぎすぎ。おー、ナービーはベイビーだ。仲間なんだ。一人ぼっちなのね。きっとナービーは私たちに嫌われたと思ってるんじゃない。悪いことしちゃったそんな時はこれしかない。時を戻れ。全然味がしないわ。ナービー、お友達になりましょう。怖がらないで。私たちと一緒に遊ばない。すごく素敵。本当にごめん。この目で見ると何でも金に変わっちゃうの。ペットのナラも金の像になっちゃった。助けなきゃ。心配しないでナービー。私も魔法の使い方を習うまで全部アイスクリームに変えちゃってた。ちょっと訓練すればいいだけよ。ほら、シャックのサングラスをかけてごらん。そしたら目を隠さなくていいから。私の爪も金になるところだった。すごくかっこいいよ、おしゃれ。いい感じ。訓練を始めよう。向こうにあるものを見て。いい？じゃあゆっくり外すよ。思ったより大変かもしれないわね。魔法をコントロールできるようになったかも。これはすごいよ。やった。全然味がしない。誰かを金に変えちゃわないか心配しないで。こうしてみんなと一緒に飲めるなんて最高だよ。仲良くなりたいって分かってた。お友達になってくれてありがとう。のおかげでこれから誰かを金にすることはなくなったけど、ナラはもう。私たちが助けるわ。果たしてベイビーズはナラを元に戻せるでしょうか。次回も絶対見てね。Cry babies, cry babies, magic
前回クライベイビーズはどんなものでも金に変える魔法を使うナービーと出会いました。ナービーは魔法をコントロールできるようになったけど、問題はまだあったのです。ナービーの伝説中編、ファンタジーならアイディアを出してくれる。そのアイディアで奈良を元に戻せるはず、うん、そしたらまた遊べるね。イエーイ。マジックショー見に行く？ミッシー、あなたののんびりにはほんと困っちゃう。マジックショーに遅れちゃうって。すぐ行く。新しいベイビーよ。はい、みんな。あの子、金の像を持ってる。新しい友達のナービーよ。ナービーが持ってるのは像じゃなくて、この子はナラ、僕のペット。僕の魔法がちょっぴりかかっちゃったせいで、ナラは金になっちゃったんだ。元に戻せる？ティナ。もちろん方法を見つけるわ。ショーは諦めよう。優しいのね。プレゼントをあげる理由ができたわ。プレゼントあげるの大好き。金になったナラを元に戻すには、うんうん、方法がわかった。でも簡単じゃないし、すごく大変よ。大丈夫よ、手伝う。じゃあ私の歌を聴いて。If you want to break this magical spell, you need to search for the pure water. Then you submerge it 3 times, and then you sing this song. And on the last drop of water.Water will get it. Water that's more magical and pure, so refreshing and so bubbly. Don't submerge it in the bathtub, because for sure it will not work. And don't dig a hole in the sand, that also will not work. Water that's more magical and pure, so refreshing and so bubbly. There's just one place that's magical, and now I say it tragically. That place is...場所をどうやって突き止める？そうだ、マジックショーよ。今日はもう魔法はいらない、うん、きっとラーラの魔法の本にヒントが書かれてる。あれは秘密の本だよ。ラーラが見せてくれるわけない。うん、だったら気は進まないけど、うん、借りるしかないわ。では魔法の呪文を唱えます。アブラカタブラホーカスポーカス、ステッキよ、甘いアイスクリームになれ。残念だったね。物をアイスに変えるのをドリーミーに任せましょう。次はびっくりするカードのマジックです。さあ、うまくいくかしら。次のマジックは一人ではできないの。ジャシーに拍手を。カードを選んで。ありがとう。あなたはこれじゃなくてそれを選んだのね。このカードが好き。よろしい。次はこの魔法の粉を帽子に振りかけます。そしてこの帽子の中から、ジャシーカードを見せて。もうバラね。帽子の中を見てみましょう。あれ、リム？それではこれでさよなら。皆さん、ラーラに盛大な拍手を。どうやって消えたのかな。ここで何してるの？あなたの魔法の本を見せてほしいの。この子のために直接そう言って。大失敗するところだったん。あれは失敗じゃないの。この本に載ってるのは技だけ。本当のマジックはマジシャンが持ってる才能。あった、儀式は水中でやらないと効果がないみたい。あ、紙が破れてる。切れ端はどこ？あの泡の中だわ。どうすればいいの？泡を生地変えるの？すごいわ、ナービー。儀式は水の中でやらないと効果がない。場所は虹の湖。やった、場所やった。ゴールデンマジックミラー。わー、マジックミラー、キリンとパジャマだ。虹の湖へ出発よ。ねえ、こう書いてある。捕まってレディー。湖はすっごい嵐で守られてるって。次回も絶対に見てね。
のナービーを覚えてる？ティナがナービーのペットを元に戻す方法を見つけて、私たちは気球で虹の湖に向かったの。うわー！最高！ナービーの伝説後編。うわー！みんな不時着するよ。の旅はおしまい。ワクワクしたわね。ワクワク？墜落しかけたのよ。めまいがする。でもどうにか着いた。湖はどこ？まだまだ歩かないと。虹の湖はあの山の向こう側よ。嘘でしょ？うわ、Water, that's where magical and pure, so refreshing and so lovely. 聞いて、地図によると湖はもうすぐよ。あの洞窟の中を通ればね。真っ暗だわ。何にも見えないじゃない。ドリーミー、どうすればいい？いいこと思いついた。わー、すごい。行こう。リムについていけば迷子にならないはず。そうだね、賛成。出発よ。これが雪？綺麗だね。雪を見るのは生まれて初めて。何するの？じゃあ雪玉合戦。当ててこら。すごい。おう、覚悟しろ。遊んでる場合じゃないでしょ。この子を元の体に戻してあげたいんじゃないの？そうだった。かわいそうな。ならごめん、もうやらない。Water, that's where magical and pure, so refreshing and so lovely. Water, that's where magical and pure, so refreshing and so lovely. 湖はまだ？もう歌う元気もないわ。香水をつけたらきっと気分が良くなるわよ。着いたの？ドキドキしてきた。すごい。虹の湖よ。儀式のやり方を覚えてる？みんなで歌ってナラを助けましょう。水に3度沈めるの。でもみんな気をつけてね。ナラは眠ってる状態かも。どうしたの？ナラを助けるんでしょ。水に沈めるのは無理よ。だって凍ってるもの。凍ってる？そんな。やった、スケートやろう。レディ、気をつけて。うわ、どうやって滑るの？僕もやりたい。すごく難しい技よ。モダンダンスみたい。危ない、ナービー、氷が割れてる。まずい。動かないで。どうすればいいの？助けて。ここは氷が薄いの。このままじゃ冷たい水に落ちちゃうよ。そこから逃げ。あ、そっか、こうすればいいんだ。転んじゃうけどね。わーい。お、頑張ったね、ナービー。さあ、準備はいい？みんなで歌ってナラを元に戻すのよ。 The water will get its work done. Water, that's more magical and pure, so refreshing and so bubbly. Don't come wretched in the back. More energy. Water, that's more magical and pure, so refreshing and so bubbly. は冷たかったけど。ねえナービー、あなたの魔法と私の才能ならきっと大成功できるよ。ミッシー、仕事の話は後にしてくれる？ナービーのために盛大な歓迎パーティーを開くから。ありがとう、みんな。ゴールデンマジックフィアーズ。すごーい。のパジャマだ。ナービーとナラはその後も友達とずっとこの谷で暮らしました。アイスよ、すごい。味がしないわよ。でもベロが金になる。
これは美味しいカップケーキになるわよ。うん、熱い。え、病気なの？だったら旅行するのは無理ね。旅行には行くわよ。熱いのはオーブンを温めてお菓子を焼いてるから。お？お、ほんとだ。あなたはとってもヘルシーよ。いちごみたいに。私はまだどこに行くか決めてないの。じゃあ一緒にファンタジーワールドに行こう。そのいちごを取って。大変。このいちご美味しかったから。ああ、あんなにあったのに全部食べちゃったの？ごめんね。キューティー、お願い、森でいちごを摘んできて。しばらくオーブンを切っておくね。はあ、わあ、すごく大きい。はん、味も最高。これはファンタジーが食べる特別な果物よ。これで世界一おいしいカップケーキが作れるわ。うん、この匂いは現実。うんうん、おいしそう。うわー、ワンディ、その子は誰？この子は私のいとこのリジーよ。この谷に遊びに来たの。そう、みんなラッキーね。ちょうどカップケーキを焼いたの。食べたい。どうぞ。はい、一つずつよ。このケーキすっごく美味しい。特別なイチゴを使ったからよ、うん、ファンタジーが食べてるのみたいな。なるほどね。特別なイチゴ、そんなの見たことないわ。そのイチゴを探しに行こう。行く。私も。私も。私はいい、やることがあるから。ちょっとなら付き合うわ。私はファンタジーワールドに旅行に行くの。リジーもどう？ああ。まだなの？うーん、イチゴの匂いがする。それにメロンも。わー、オレンジの匂いも。夢みたいなところね。天国みたい。気をつけてレディ。知らない場所ね。すごいところだね。おい、おお、わあ、大きなバナナ。食べよう。宇宙一のバナナだわ。最高。匂いも味も最高ね。果物はいくらでも食べられちゃう。今までで最高の旅行だわ。そうだ、キャシーと約束してた。なんだったっけ？コニーは約束を忘れたんだわ。ブレッツェルの作り方を教えてほしかったのに。うん、ジャシーは今頃楽しんでるはず。あと5分だけ。うん、パパ。その街と魔法のボケの世界。
物を全部食べたからよ。まずい。トゥッティフルッティバーへようこそ。イエーイ。お、トゥッティフルッティバーへの旅後編。うわあ、みんなおしゃれね。写真撮らせて。レディー、私たち甘くて大きな果物を食べてたの。そしたら突然小さくて変な言葉をしゃべるカラフルな怪物が来て、うん、大きな果物？カラフルな怪物？変な言葉？うん、みんなを助けなきゃ。 GPS オン。そうだよ、助けに行こう。ジャムの瓶を通ったら甘い匂いがするとこに着いたの。わあ、いい匂いがしてきたね。ハッシュタグいい匂い。おお、うん、動かないで、小さな怪物がいるかも。確かこっちよ。いや違う、こっちかな。あ、うわあ、すごい。あれ、誰かいる？変なベイビーが果物を運ばせてるよ。うわ、このオレンジジュース最高。どう？すごくかわいそう。意地悪されてるよ。みんなを助けなきゃ。私たちも捕まるかも。そうだ、変装すればいい。果物の匂いで香水の匂いがしないわ。見て、バナナに変身よ。かわいい。それに美味しそうな匂い。リムが道を見つけた。これで工場の機械を動かせる。グレープフルーツグミを100個作ろう。あー、大変、間違えて100万個にしちゃった。じゃあ食べたね。あ、ちょっと、あなた誰？なんで鏡があるの？ベロ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 。あ、やっと来たね、ベイビーたちだよ。おしまいだわ。安心して、みんな友達よ。あなたたちがさらわれたと思った。友達との感動の再会だね。綺麗な涙だわ。マジックティアーズジェリーズ。これ生きてる、怖い。大丈夫、いたずら好きだけど噛みついたりしないわ。ジェリーズはこの世界を支えてるの。この子たちがいないと美味しい果物は取れない。すごい。あなたたちにトゥッティフルッティワンを見せたいのね。工場で果物を絞ってジュースを湖に流すの。すごい。果物の種類によってジュースの色が違うのよ。うわここが果物工場よ。ここでジュースを混ぜるの。いいリズム。見て、かわいいお菓子だよ。すごく素敵。はい、私アンジー。ここではスムージーやシェイクが飲めるよ。バナナとメロンとオレンジのはある？もちろん、好きな果物を選んで混ぜるの。トゥッティフルッティワに乾杯。やっぱりこの組み合わせ最高。幸せ。この旅行今までで一番楽しい。やっと見つけた。あなたたちはここを知ってたの？ええ、ここの隅々まで知ってる。私たちはいつも望遠鏡で観察してるの。じゃあこんなに素敵な場所が他にもある？ええ、どの場所にも特別なマジックティアーズがある。すごい。私たちを連れてって。自分で見つけてみて、一つずつ。まずはプレッツェルの作り方を教えて。手でこねて作りたいの。Cry babies, magic tears.
量よし、ジュースの酸っぱさオッケー。収穫を盛大にお祝いしましょう。うわあ、盛り上がってる。まずはアンジーがトゥッティフルッティのみんなを代表して詩を朗読してくれます。イエーイ。桃は大きく育ち、グレープフルーツも実り、リンゴとラズベリーを摘む時が来ました。美味しいスムージーを作るためです。アンジー最高。今週ずっと詩を書いてたの。マジックティアーズジェリーズ。私たちのためにこの大きな絵を描いてくれたベイビーボトル谷のベイビーたちをお迎えください。果物のジュースで描いたのだから、とってもカラフル。ベイビーたちに大きな拍手を。ゴー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 ファンタジー。今年はファンタジーたちもお祭りを盛り上げてくれます。みんな思いっきり楽しんで。マンゴー and peach, a rainbow full of fruits, a flavorful kiss. Oh oh oh, I can't stop. I dance all day long to the harvest song. I can't stop dancing.My feet are going crazy. My little waist can't stop spinning. I can't stop dancing. My feet are going crazy. My little waist can't stop spinning. さあ踊ろう、ベイビーズ。ふぅ。ああ、残念だけど大雨になったので、お祭りは来週やり直します。昨夜も特に問題はなしっと。止められないよ、軽くして。わー、朝から踊ると元気が出そう。じゃあね、みんな。昨夜は盛り上がったみたいね。消毒完了。待って、誰も果物のお世話をしてないの？ダンスが止まらない。コンサートがあなた中止になって、あの歌が頭の中をぐるぐる回ってるの。果物を収穫できない。みんなを何とかしないと。1週間後、ファンタジーは来るかな。コンサートは今夜よ。みんなの頭からあの歌を追い出すにはどうすればいい？そうだ、もっと頭に残る歌を作ればいいんだわ。ピー、ギターを持ってきて。ひらめいた。ああ、ピアの言ってた通りね。誰も果物を収穫しなかったんだわ。コンサートで歌を終わらせなかったせいよ。雨であの綺麗な歌を途中でやめちゃったからだわ。かわいそうなベイビーたちはずっと踊り続けるしかないの。頭の中でずっと歌がぐるぐる回り続けてるってこと？最後まで歌を聴くまで。残念ながらそうよ。私たちどうすればいいの？今夜あの歌を歌おう。今度は最後まで歌い切るの。やろう。そうすればきっとみんな元に戻るわ。ゴーファンタジー。お祭りのやり直しです。みんな踊って踊って、ベイビーたち。And my little waist can finally get some rest. おしまい。終わりよ。みんな踊るのをやめて。まだ踊り続けてるの？
私もそうするわ。準備しよう。聞いて、ラリー、あなたはあの飾りをつけて。レニーは撮影スポットの準備よ。ルールーはみんなにプレゼントするネックレスを作って。キューティーは枕をチェックしたらケーキを作って。枕投げの枕はふわふわじゃないと。もちろんできるわよね。私はサーシャの家に行ってパーティーに来るか聞いてみるわ。サーシャ、パジャマパーティーに来ない？素敵なパジャマを着るの。ペンキ塗りを済ませないと。早く終わったら行くわ。そう、後でね。ダメ！踏み台の下は通らないで。不吉よ。また不吉だなんて迷信よ。ほら、何も起きない。あ、ほらね。え、大丈夫、そんなの信じない。パーティーが台無しになるかも。まあそうね、踏み台の下を通ったくらいで台無しになんてならないけど。うわー、すごい、何もかも完璧。あ、もう綺麗に飾ったのに。でも大丈夫、みんなが来る前に片付けよう。来たよ。待ちきれなくて少し早く来ちゃった。とっておきのパジャマを見せて。今？じゃあ着替える。びっくりするわよ。じゃじゃーん。わー、他にもびっくりすることがあるの。撮影スポットを用意したわ。可愛く撮って。ついてないね、コニー。なんだかちょっとユニーク。ただの偶然よ。次は箱を開けてみて。あ、すごく綺麗なネックレス。シールも可愛い。それいいね。これファンタジーのみたい。残りはこれだけ。分けっこする？私が増やしてあげるよ。さあ見せて。よし、どうぞ。すごい。踊ろう。イエーイ。ついてないね。これはただの偶然。踏み台のせい？不吉？サーシャと何があったの？なんでもない、大丈夫。次は怖いお話の時間よ。その子はドアを開けた。すると哺乳瓶は空だったの。コニー、本当についてないわね。もういい、わかった、認めるわ。踏み台の下を通ったら悪いことが起きるってサーシャに言われたのに耳を貸さなかった、だから何もかもうまくいかないんだ。あのね、悪いことを遠ざけるおまじないがあるの。片足立ちで後ろに飛んで、悪いこと飛んでけって言うのよ。それやりたい。サーシャの家に行こう。踏み台は家の中だよ。声が大きいよ。うまくいくかな。悪いこと、悪いこと飛んでけ、悪いこと飛んでけ。ちょっと何してるの？ごめんなさい、あなたは正しかった。悪いことしか起きない。悪いこと？あれはただの冗談よ。ほら、なんでもないでしょ。いいことも悪いこともあるわよ。あら、そのパジャマ素敵ね。え、とっておきのパジャマを着たのに全部失敗しちゃった。え、私はすごく楽しかった。私も今まで行ったパジャマパーティーの中で一番だったわ。最高だった、盛りだくさんね。怖い話におしゃれなシール、ダンスに散歩、それに素敵なネックレス。よかったね、コニー。マジックピアだわ。
この湖の水は香水にぴったり。水を汲むのに時間かかる？すぐ済むわ。この瓶に水を入れるだけだもの。なんか違う。ピンとこない。ああ、まだ終わらないの？あっ、大丈夫。瓶を取られた。みんなで瓶を取り戻そう。すごく時間がかかりそう。太陽の観察って面白い。ずっと輝いてるわ。書いて。あれ？どうしたんだろう。あれ見える？私たちも行かないと。アプロディプロティそんな遠くに行っちゃった。私にいい考えがあるの。やっぱり思った通り、湖の真ん中にいる。フォクシー、魔法の本で船を描いて。わかった。描けた。すごい。これで瓶を取り戻せるわ。すごい、いい作戦だね。メル、心配そうね。いい作戦だと思わないの？それは…メルはいい作戦だとは思ってないよ。瓶はすごく遠くにあるし、この船は危なそう。メルの言う通りだ。確かにそうね。瓶を取りに行けば怖がりさんじゃなくなるわ。怖いことなんて起きない。私泳げないの。大丈夫、船を漕ぐだけだから平気なんだ。頑張って。なんでこうなっちゃったの？え、船が沈んでハッハ。ビンだわ。これで岸に戻れる。こっちのパドルはないの？助けて。ねえ、進めない。メルが呼んでる。遠すぎてメルの心が読めない。落ち着いて。メルはビンを見つけたって叫んでるだけよ。そうじゃないと思うわ。観察してみる。どうしてくるくる回ってるの？パドルを一本しか書かなかったからかな。大変だ、メルは岸に戻れない。ずっと湖で暮らすんだ。全部私のせいね。考えるのよ、エラ。いいこと思いついた。フォクシー、ロープを書いて。しまった。次は大きな釣り竿作戦。うまくいく？もちろん。余計なことしちゃダメだからね。考えるのよ、エラ。そうだ、またいいこと思いついた。湖の水をなくそう。気持ち悪い、お腹が苦しい。頑張って、あとちょっとよ。水はあとほんの数十億リットルしかないんだから。もう限界。それならいいこと思いついた。いや、やっぱりダメ。だったらダメね。ダメ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 。何にも思いつかないわ。ごめんなさい、メル。無理に船に乗せるんじゃなかった。マジックティアーズジェリーズ。え、なに？わかった、橋を作ればいいのよ。さあ、投げて。投げよう。果物を伝ってこっちに来て。まさか果物の上を歩いて岸に戻ってって？無理よ。はっ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 。私もう怖くない。はい、レディの瓶を取り戻したよ。香水にぴったりの匂いだわ。やったね、貸して。おいしい、貸して。ねえねえ、ちょっとちょうだい。はい。ねえ、全部飲んじゃったの？誰か汲んできて。